様が偉いって言ってたよ。だって愛する人をなくしても強く生きるって神様だってイエス様をなくしたとき自分が死んだ方がマシだと思ったって様がいるのに パパとママ神様ってとても優しいよ。絵の具もちゃんと用意してくれたり朝も髪を溶かしてくれるちょっと時間にうるさいけどね。私はいつも神様と一緒開かない扉の向こう側にいるだけ。パパとママいつでも窓越しだけどね、いつかまた会えたなら、そしたら神様から教わったお料理を食べてもらうわよ。お花もいっぱい咲かせて、私はいつも神様と一緒だ。